はい、今日まだだと百姓天国、本日は7月の28日、さあ日曜日ですね。はい、ということでもう時間がね、よいしょっと、はい、もう5時半でね、はい、これで完遂して終わりですね。はい、こんな感じでね、ここは、2番手の畑というかね、はい、人参のもう一箇所のところでね、こうやってもうここは井戸に繋いじゃってるので、これで都合40分ぐらいね、もう完遂しっぱなしですね。40分だとこうやってびっちゃびちゃになりますから、ある程度ねこうやって風があったりするとね、右に左にこうやって揺れて、ちょっと向こう側が溜まってますけど、ちょっとこちら側にちょっと寄せたりしてね、だいたいこっち側が弱いかな、向こう側の通路がびっちゃびちゃで、よいしょよいしょ、はい、まあ明日もまたねこうやって、ここはねそんなに長くないのでね、冠水はなんていうの、長いとやっぱりちょっとパワーというかね、水圧は落ちるんで、あれ30メートルぐらいだったらこうびっちりねいきますね。はい、ということでこんな感じでね、もう3、40分やりゃもうびっちゃびちゃになりますね、下ね。はい、こんな感じでちょっとここはね土がゴロついてるので発芽は難しいかなと思うので、余計ねびっちゃびちゃにしますね。人参の発芽は何ですかね、光を好むとかどったらこうったらって言ってますけど、関係ありません。水ですね、水分です。これがほぼ 100% ですね。ですから発芽しなかったとかね、どうやったら発芽するのって簡単です。水をジャバジャバやってください。はい、それだけのことですね。ただ皆さんバケツでザマってやったらダメですよ。わかりますよね。その種自体が流れたら発芽しないってわかりますよね。だからこういうね優しい優しいね、ファサファサっとしたね、見てください。こうやって優しい噴水のようなね、細かいファサファサっとした水であげてくださいね。はい、だからじょうろでもいいんですけど、1枚何かこうやってね黒缶レシかなんかかましておいてから上からやってあげた方がいいですよ。日中乾いてるでしょ、乾いた上にこうやってそのまま水やると種が流れるってことよくありますからね。はい、こうやって優しくファサファサってね、ここをこう私のこの汚い顔をここにつけて、あー冷たい、あー気持ちいいってやりたいですけどね、皆さんに気持ち悪い映像をお届けすることになるのでね、はい、やめますけれどもね。はい、こんな感じでね、綺麗にね、こうやって、最初の1週間がね勝負ですから、皆さん毎日こうやって水あげてくださいね。秋冬人参成功するかどうかって、要するに多分家庭菜園の人で発芽しないという人は水分が足らないですね。皆さんが思ってるだいたい10倍ぐらいあげていいですね。びっちゃびちゃにしていいですから。だって明日の朝、また明日日中36度ですよ、カラッカラになりますからね。はい、とにかく1週間から10日、この湿った状態をキープすることができれば 100% 発芽しますからね。そこに難しい理屈はありません。はい、ということでね、ジャバンジャバンやってください。私今日これで50分やってますもう一箇所、自分のもう一箇所のところにね、タンクに水つくんで往復したりして、そこで40分かかりますから、その間こっちはこれってもう流しっぱなしですね。はい、ということでね、皆さん見てください。これカラッカラに乾いてるでしょ、これね、カラッカラに乾いてる。ここに種まいてて発芽するわけがないんですから、はい、わかりますよね。ということでこうやってねびっちゃびちゃにしますよ。皆さんもね完遂してください。人参の発芽はとにかく完遂でございますね。そこに難しい理屈は何もありません。はい、人参は種まいたら完遂するね、水をあげる、ただそれだけです。はい、秋冬人参というのはまずそこがスタートね。発芽しなければその後の生育がどうとかこうとかっていう、その次の段階ね、ですので、で特にね人参の場合は初期生育ね、本葉4枚から、まだちっちゃいねこれぐらいのところまでの初期生育にできるだけね水をあげるといいです。はい、なのでこうやってね発芽してきたら、もちろんこうやって貫通チューブ外してしまうんですけど、どっか真ん中あたりにやっといてね、ビャーンとたまにね、これから9月10月ね、8月はおそらくほぼ台風が来なければ雨は一滴も降らないと覚悟してやらなきゃいけないんですね。なので、雨が降らない時はね、たまにこうやって発芽してきてもね、たまにこうやってじょうろでもいいので水を少しあげるだけでもだいぶ違いますからね、やってあげてください。
人参はとにかくね、食生育の段階で、水分を必要としますね。なのでこればっかりはね。ただ春はこんなことは しないわけですよね。春はトンネル栽培とかで、マルチを張ったりしますので、中は水分がありますので、秋冬とね、春は全く栽培のやり方は違いますからね。当然春栽培でこんなチューブ引っ張って灌水なんて、する必要は一切ありませんので、ね、この時期だけですよね。なのでこの時期はとにかくやってくださいね。また明日から1週間ね、今週8月のこの1週2週の36度がずっと続いて、雨マークなんて一切ありませんから、はい、完成してくださいね。こうやって、ね、そばに立ってるだけで涼しくていいんですよ気持ちよくてね、はい、はあ、今日もこれでね、お仕事が終わりということでね、はあ、今日も疲れました。日中ね、やっぱりもうなんか外に屋外にいるだけでも疲れるよね、はあ、本当に疲れます。まあ、しょうがないんですけどね、この時期はね。なんか本当に暑いからこうやってね、水がに触れるだけでもね、なんか気持ちが和みますよね。夕方になるとちょっと風がそよいでくるですよね、はい、なのでちょっとね、こうやって水の近くにいると涼しくていいですよね。でもまだまだ日差し強くて、昨日もだって夜なんかエアコンもちろんねかけて寝るわけですけど、試しに外をこう覗いたら外めちゃくちゃ暑かったよね。もうエアコンなかったらほら寝れないですよね、実質ね、はい。ということで皆さん体調崩さないようにね、はい、してくださいね。まあこっからね、8、9、10とね、この3ヶ月間は夏ですから、多分10月末で、10月31日34度とかってね、もうそういう時代が来てるわけでございまして、はい。さあ帰ってシャワー浴びて寝よう。疲れた。明日月曜日、そっか。なんかね、1日2回ぐらいアイス買いにコンビニに寄ったりすると子供が多いね、子供連れ家族連れがね。ああそっか、日曜日かと思ってね。もちろん子供たちがアイスクリームのあそこのコンビニのところにたかっとるわけですけどもね。どれにしようとかね、いいですよ、相談していただいてもいいですけどね、私は仕事中なんですよということでね、できるだけこう後ろからこうね、こうやって汗まみれで、私小汚い汗まみれですから、ちょっとでも近づいてね、この汗まみれの匂いをね、その綺麗なね、こじゃれた感じのご家族に少しでもこう匂いが漂うようにね、近づいてプレッシャーかけようかなっていうね、うんね、はあ、汚らしいお百姓さんが来たわとね、そのように思われるわけですけど、はあ、今日もアイス2個食いましたよ。もう無理無理こんなの、はあ、はい、ということで以上でございました。疲れたね。はい、明日、今日も冠水、明日も冠水ね、しばらくずっとこっから特にね、この1週間はまさに勝負ですよね。この猛暑の中でいかに発芽させるかね、これはもう明確にね、天気に任せていては無理なんですよ、ね、この時期に種まいたら発芽させなきゃいけないんですから、何であろうが缶であろうが水まいて発芽させてください。はい、以上でございました。それではまた。